皆さんこんにちは、ひなです。今日はですね、もう6月後半ということで2022年上半期のお気に入りお洋服15点をご紹介していこうかなと思います。もうあっという間に上半期が終わるっていうことでね、もうっていう感じで驚いてるんですけど、まあ、お気に入りのお洋服っていうことなので買ってよかったなとか、まあ、インスタグラムとかを見ていて、あ、私結構このお洋服着ること多かったなっていう、そういう、アイテムたちを15点絞ったのでご紹介していこうと思います。よかったら最後まで動画を見ていていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、それでは早速ご紹介していくんですが、もうね、本当は10点にしようと思ったんだけど、お気に入りのものが多すぎて15点になっちゃいました。まずはじめにこれを紹介します。はい、デニムパンツなんですけど、ユニクロのね、このフレアハイライズジーンズだったかな、商品名がはっきり覚えてないんだけど、すごく人気だったんじゃないかな。私もね、このブルーとブラックとこれね、2色買いしているんですけども、本当に履くことが多かったです。私ね、両方ともサイズは標準丈で22センチ、ウエストが22のものを履いているんですけど、もう万能に何でも使えるんですよね。もうシンプルに T シャツと組み合わせてもいいし、黒が先に多分もう冬とかぐらいに購入してたんかな、多分。でもめちゃくちゃ使ってて、で春になってきたらもうスニーカー合わせてもすごい使えるし、で今だったらもう T シャツにシンプル1枚にサンダルとか合わせることがすごい多くて、あのルックブックもそうだし、インスタグラムでめちゃくちゃ履いているじゃないかなって思います。なんか動画でもそういうイメージ結構強いんじゃないかなと思って、まず1点目はね、こちらを選んでみました。あのね、本当に何も気にせず履けちゃうから、そう、普通に履いてももちろん可愛いし、なんかこう長めな丈のシャツワンピースとかに組み合わせてその下に履いたりする用とかでも使っていました。これは2色買いして本当に良かったなと思っている、デニムです。ちょっとね、今日はね、商品が15点あるのでテンポよくね進めていきたいなと思っているんですけど、続いてもボトムスです。次が、はい、このね、真っ白のスラックス、スティーブ・アロンの、スラックスになるんですけど、このパンツも本当にお気に入りでよく履いてました。購入したのは、春頃にかな、4月とかそのぐらいだったと思うんだけど、ビューティー&ユースユナイテッド・アローズで見つけて、この真っ白がすごく珍しいなと思って買ったんだけど、透けないんですよね。だからすごいよくって、サイズ一応これ S サイズ履いてます。こちらを買いまして、でつい最近、Vlog の動画を上げたんですけど、その時にね、実はもう一色買ったんです、色違いって言って話してたパンツが届いたんですが、それがこちらです。このね、ネイビーなんだけどデニムっぽい感じがとっても可愛くって、これもお気に入りだったのでもう2色買いしちゃいました。2色買いするってことはやっぱそれだけお気に入りなんだなと思って選んだんですけど、結構大きめな形なんですよね。そうで、張り感がある生地になってて、きれいめにもなるんだけど、カジュアルにも全然合わせ物小物次第でできるので、とっても好きでこちらも選んでみました。そうだな、コーディネートとしてはまだね、これは実際には着たことはないんだけど、合わせるとしたらもうシンプルに白 T シャツだったりとか、まあ、キャミソール1枚でさらっと着たいかな。これにね、ハットとかかぶってもとっても可愛いし、で白だったら結構カラーシャツに合わせたりとか、まあ、あえてオールホワイトにしたりとか、これもね、それこそルックブックとかで結構使ってたので、本当に使える。やっぱこういう、やっぱこういうね、やっぱパンツはね、持ってると一生使えるなと思って、続いてのね、2つ目の商品はこちらでした。もちろんこれに合わせても可愛いよね、こういう風に。はい、はい、そして続いてもね、パンツなんですけど、ちょっと次もね同じなんだけど、これもすごいよくって、はい、このね、ヤヌークのデニムになります。めっちゃよくって、またデニムって感じかなと思うんですけど、さっきのユニクロとは形が違うんですよね。こっちは、ストレートっぽい形なので、ユニクロは結構こう細身で綺麗めでピタッとしたいなみたいなファッションの時で、こっちはこうストレートタイプなので、ちょっとこうゆたっとした雰囲気だったりとか、カジュアルな感じとか、あえてトップスをコンパクトにまとめての時とかに、使っています。で、もともと私はこっちのブルーの方を持っていて、これね、これも
結構コーディネートの動画で出してるかな。サイズがね、私がウエストが22のものをね履いていて、つい最近こっちの白の方も買いました。形はちょっと違うんだけど、これも同じくサイズ22かな。こっちの方がちょっと細身なんだけど、ヤノヨクのデニムはね、まあ、お値段はするんだけど、デニムって結構硬くって歩きにくかったりとか、特に今の時期って結構ベタベタする感じが嫌だったりすると思うんですけど、これ全然なくって柔らかい素材なのでめちゃくちゃ履きやすいし、結構動くなっていう日とかにもぴったりなデニムになっています。なので、まあ、これもなんか2色買いしてもいいし、ずっと履くだろうなと思って買いました。ちょっとね、今の自分の体型をほんとキープしておかなきゃいけないんですけど、まあそういうのもあってね、一生大切に履いていきたいなと思ってるパンツなので、これもちょっと大事にね履こうと思っております。はい、では次なんですけど、次はね、まあ上半期って言ったら、1月冬も含めて春で夏始めぐらいまでだと思うので、こちらですね。これは冬終わりぐらいに購入したんですけど、ビューティー&ユースユナイテッドアローズで購入したこの白のね、ちょっとこう生地感が厚めなカーディガンですね。ちょっとモコモコっとしたのがとっても可愛くって、こちらが、すごいお気に入りで買ってよかったなっていうふうに思っています。まあ、理由としてはもうめちゃくちゃ着てました。で、コートもうちょっと真冬を過ぎてから寒いんだけど、コートを着るまでもないなみたいな時にすごく使えて、やっぱ普通の上から着るニットだとちょっと暑くなったりしたら脱ぐのが大変だったりするんですけど、これはねカーディガンなので脱ぎ着がまずしやすくって、で車を運転してどこかに行くってことがほとんどだったので、こう車の時とかでこう運転する時にちょっと身軽でいたいので、その時は脱いで、で外に出る時はこれを着てみたいな感じでよく着ていました。であと本当になんか合わせやすかったかな、スラックス、デニム、スカートにも使えて、こういうカーディガンはめちゃくちゃ使えたので、またこの秋冬か下半期とかですね、いいのがあったら欲しいなと思ってます。結構丈感厚めで可愛いんですよねこれ。はい、であと白だったからすごくなんか重くならずに冬とかにすごく使えてとっても気に入りでした。では次5つ目なんですけど、5つ目はねこれですね。はい、もうこれ持ってる人多いんじゃないかな。このねユニクロのストライプシャツ可愛いですよね。これちょっと今着てみようか。はい、もうこんな感じで、なんなら今もめちゃくちゃ着てるんだけど、購入したのが春ぐらいですね。はい、こんな感じでよく普段から着てるんですけど、もともとストライプがすごく好きだったので、もうこれは去年とかもよく着てたりしてたんだけど、結構ねトレンドだっていうのもあって、こういうブルーのストライプシャツがユニクロでもそうだし、他のプチプラのブランドでもよく見てたんだけど、ユニクロのねこの色合いがとっても可愛くって、一回買うの諦めたんだけど、やっぱ店舗に行くたびにやっぱ可愛いなと思って、購入したシャツになります。で買ってからはめっちゃ使ってる。今だったら本当にね、さっきも言ったみたいにこういうノースリーブを着ることが増えたので、さらっとこうやって着ることが多いんですけど、当時はもう全部これあえてねきっちり着ちゃって、前だけ締めて、でボトムスにあえてインをするみたいなね、そうこういう感じでインをして着てあげたりとかする着方をよくしていました。でやっぱこれ着るだけでパッと明るくなるし、個人的にやっぱこのブルーと白のストライプがめっちゃ好きだったので、これはねほんと買ってよかったなって思うし、下半期これからまだまだ夏になって暑くなってくると思うんだけど、ちょっと羽織るのがいる時にもっともっと使えそうだなって思っているお気に入りのアイテムです。普通にね羽織らなくてもちょっとこう肩にかけたりとか、こうやって結んだりして使うのにもねとっても可愛いので、やっぱこういうちょっと柄物のシャツとかを1個持ってるとめっちゃ便利だったなって思いました。はい、では次のアイテムがこちら、最近買った購入品、お洋服のね動画を出させていただいたんですけど、その時にも紹介したアイテムです。このジルサンダーのボーダーの T シャツですね。これはもう間違いなく買ってよかったなって思えるアイテムですね。まあお値段はしたんだけど、もうまず生地がとってもいいし、着ててテンションが上がるので、やっぱそういうのってすごい大事だなって私自身思っているので、これをお気に入りのアイテムに絶対入れようと思ってたので入れました。もう洋服の組み合わせ方もなんか意外とこういうさブランドの T シャツとかって合わせるのってどうしても簡単な、もうデニム合わせについついなっちゃうとかなると思うんだけど、もちろんデニムも可愛いし、普通に
真っ白のスラックス、それこそスティーブ・アロンのこういうスラックスに合わせても可愛いし、オーバーオールにも合わせましたね。あとはハーフパンツとかにも合わせてもとっても可愛いし、意外とこのね後ろの部分にロゴが入っているだけなので結構ね、そう同じような雰囲気にならないから、めっちゃこれは買ってよかったなって思ってます。これちなみにサイズは XS サイズですね。でやっぱね、なんといっても生地が本当にしっかりしてる、本当に使えるから、これも大事に大事に着たいなと思っているです。まだまだこれから夏使えそうだなと思ってます。でちょっと順番がぐちゃぐちゃですごく申し訳ないんですけど、ここからちょっとねバッグ小物類をご紹介していきたいと思っています。はい、続きまして、上半期ねすごくお気に入りだったアイテム、よく使ってたアイテムがこちらですね、このボッテガのバッグです。これは、自分へのねご褒美として念願だったものを、買ったのは去年なんだけど、ちゃんとこう使い始めたのが上半期に入ってからだったので、こちらも入れました。これね質問をいただいていて、荷物とかサイズ感とかどうですかってことだったんだけど、多分よく見るのが結構こう格子状になってる、こう編み込まれているような方のバッグだと思うんですね。でそっちと悩んだんだけど、そっちだと私がちょっと荷物をちょっと多めに入れたいなっていう時用のバッグを探してたので、サイズ感を考えて、こっちのねものを選びました。であとまあいろんな時に使えるからこれはね。で色が、あとこれがね新作、その時限定のカラーだったので、それもいいなと思って選んだんですけど、めちゃくちゃ使ってます。で特に冬、秋冬っていうよりは割と春に使うことが多いし、今もめちゃくちゃ使ってますね。それこそ私このねエジューの携帯ケース使ってるんですけど、これを斜めにぶら下げて、これをこういう風に肩にかけてよくお出かけしたりしています。で荷物も本当にしっかり入るから、コスメポーチをちょっと持ち歩きたいなっていう日はこれを持つことが最近多いかな。何でも合うんですよね、カジュアルなテイストにも、ちょっと綺麗めなワンピースを着たい時にも合うから、一個やっぱこういうの持ってるとすごい便利だなと思って、こちらも買ってよかったなと思います。はい、続いてはですね、ちょっと同じブランドでサイズ感も似ていたので、もう一括りにしちゃったんですけども、はい、こちらですね、ジルサンダーの、バッグたちです。これもねめちゃくちゃ使いました。で、こっちの黒は夫に誕生日プレゼントでもらったものになるんだけど、ずっとねこれ欲しいなと思ってて、で本当に使うんですよ。なんかお洋服のこうアクセサリー感覚として、なんか物足りないな、ちょっと引き締めたいなっていう時に、サイズはすごい小さいからたくさん荷物が入るわけではないんだけど、そういう引き締め役になってくれるから、ちょっとワンポイントにっていう時に使っているし、とは言ってもね、まあ、お財布、カードケース、あとはリップとか、まあ、ちょっと持ち歩き用の香水入れたり、アルコールジェルとか、あと薄めのハンカチとかだったら入るかな。で本当使えるからよく使ってたりとか。でこっちは、自分の誕生日に、自分へっていうことで、今年1月ですね買ったんですけど、ちょっとね綺麗めな感じのデザインなんですよ。だからこれは結婚式、4月に友人のね結婚式行ったんですけど、その時にも使いましたし、これがねすごく良かったのが、もちろん普段でも全然カジュアルなお洋服に合わせたりもするけど、こうやってね他方にかけて、持ち方をこうやってぶら下げて肩にかけて使うこともできるし、もう両方クロスしてちょっと短めでこうやって持ったりとかにもできるから、本当にまあこういうバッグを買う時とかはいろんなシーンに使えるなっていうところを考えて買うようにはしていて、でやっぱ本当に使う頻度が普段もそうだし、ちょっとお呼ばれとか綺麗な格好できたりとか、そういう時にすごく使えているアイテムだったので入れました。結構その値段のするものとかを私買うのに抵抗があったりとかして、なかなかね、だってもし他に欲しいものあったりとか、あやっぱりあっち買えばよかったなって思ったらどうしようとか、結構そういう風に優柔不断なタイプだったのでめちゃくちゃ悩んだんですけど、でももう今買う時の基準はさっきも言ったみたいに、いろんなシーンで使えるとか、もうお呼ばれ普段とか
そういう部分とかで選んでます。だからねこれもね黒とかもあったんだけど、あえて普段でももっともっと使いやすいようにってことでこのブラウンを選んだっていうのもあるかな。同じくこれもまんま荷物入っちゃうからいいですね。本当にだからちっちゃいバッグを持つときは最近はもうこの2つが結構多かったかなって感じですね。はい、では続いてなんですけど、次はねちょっとレウリーの商品が3つほどお気に入りがあるので続けてご紹介していこうと思います。まず1つ目が今私がつけているこのネックレス。はい、このねプツプツっと丸いデザインのものなんだけど、めっちゃつけてるイメージありませんか？多分こうやってお話しする動画でも結構つけてるし、ルックブックもそうだし、普段でもよくつけていて、そうめっちゃ使えるんですよね。でこれがセレクトのアイテムにはなっているんだけど、これとね2連の商品だったんですよ。このプツプツタイプと普通のチェーンの、2個セットのネックレスになっていて、でも私はまあ1個でつけることが多いんですけど、なんかね長さがねちょっと長めにもこうやってできるし、チョーカー風な感じで短めにもできるから、本当にこういろんなお洋服に合わせやすいっていうのもあったし、細すぎず太すぎずだから綺麗めのお洋服にも合うし、カジュアルな時にも合うからめっちゃ使ってましたね本当に。でシルバーもあるから今日はちょっとシルバーにしたいなみたいな日とかはこっちを使ったりとかしてたかな。あとは今はこういう風に肌に見せてつけてるんだけど、これ出したのがまだタートルとか着てる時とかぐらいだったから、そう春とかはこうタートルの上から重ねたりとかしてて、ほんと一年中使いやすいなと思って使っています。やっぱアクセサリーねたくさんいろいろ持ってたりとか好きだからするんですけど、一個結構決まるとそればっかりつけたりするので、上半期はやっぱつけてる率がこれがネックレス多かったかなと思って選んでみました。はい、で続いてなんですけど、続いてはねオリジナルで作った商品で、ちょっと写真でお見せするんですけど、これレウリーのオリジナルで作ったコートです。このスタンドカラーのコートなんですけど、冬これしか多分私着てないっていうぐらいコートはこればっかだったかなと思って選んでみました。まあそのねさっきも言ったみたいに上半期って冬も含まれるのでって考えた時に、なんかインスタグラムをこう遡ってたんですよね、いろいろ。そしたらコート本当にこれしか私着てなくて、で本当にありがたいことにすごく大人気で、売り切れだったんですけど、めちゃくちゃ私自身も気に入ったのができたし、で本当は皆さんに手にね取っていただいて見ていただきたい場を作りたいんですけど、ちょっとそれができなかったので、ね、今年年内にはまたねそういう場を設けれたらなっていう風にもすごく思っているんですけど、そう軽いんですよねこの見た目で。だからそれも私自身も着てて、あ良かったなって思ったし、すごくたくさん嬉しい声をいただいたので、またね今秋冬のオリジナルアイテムを制作している途中なんですけど、またとても皆さんに可愛いなと思ってもらえるような商品ができているので、ぜひぜひそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。すいませんちょっと途中で宣伝になっちゃったんですけど、いやでも本当にこのコートは、自分でも初めてコート作ったんですけど、すごいいいのできたなっていう自信作だったので、はい、ちょっとねこちらの商品も入れてみました。そして、次、最後ちょっとレウリーの商品になるんですけど、はい、こちらジャガードのマーメイドスカートです。これもね3色展開で作ったんですけど、めっちゃ履いてました。で、他にもオリジナルアイテムね、春でトップスシャツ作って、で夏だとワンピース類をね結構たくさん作ったんですけど、まあ、どれも本当に私の中でお気に入りではあるんだけど、中でもすごくこう着る頻度だったり いろんなシーンで使うことが私の中ですごい多かったなと思ったのがこちらのジャガードのスカートでした。こういう風な生地になってて形がねとっても綺麗なんですよ。なので普段だったらシンプルに T シャツとかあとタートルとかに合わせて着ることが当時は多かったり、あとは最近だったらセットアップのキャミソールを作ったので、それで着ることも多いし、あとはね普段でもそうなんだけど、最近ちょっとまあね人と会う機会が増えたりとかもして、ちょっとこう綺麗め系なファッションで打ち合わせに行きたいなとか人と会いたいなっていう時が増えたんですね。ってなった時に何を着ようってなったらこれを手に取ることが一番多かったんですね。もう
簡単にパッと様になっちゃうので、そういう面でもすごい使えたなと思ってこちらを選んでみました。でカラーは私自身黒は一番多かったかな、中でも、うん、これは本当季節選ばず使えるのでね、こうやって着ることが多かったなと思ってちょっと入れてみました。で本当はもう一個夏のねオリジナルで出したセットアップのワンピースとかもすごくお気に入りなんですけど、それはねでも上半期っていうより下半期のね、7、8月とかにすごく着そうだなと思ったので、ちょっと今回はそれを入れずに、こちらのね春のオリジナルの方を選んでみましたっていう感じでね、ちょっと自分のブランドの、アイテムを連続でご紹介、させていただいたんですけど、次ね、次はインナー系なんだけど、こちらこれね GU のアイテムで、私ねなんとこうやって3色持っております。ちょっとこれ着すぎてやばいんだけど、こんな感じでね3色持ってるぐらい本当に大好きで、カップ付きのねこういうリブのトップスになってます。でなんでこれがこんなに良かったかっていうと、丈がねクロップド丈で短いんですね。で最近のお洋服がまあトレンドでこういう短めのものとか、ね、そういうクロップド丈っていうものが多いので、他のユニクロのものとか、まあそれこそ別の GU のやつとか持っててすごく好きなんだけど、どうしてもこう丈が短めなものでちょっとこうお腹あたりが見えなくても済むものっていうものを選んだ時についついというか、まあほとんどこればっか着てたなと思って、そうこれを選びました。でもともとね販売してる時はこういう風に後ろがクロスなんだけど、私はちょっともうそこはクロスにせずに普通に変えてこういう風に着てます。であと肩の調節もできるし、そう今ちなみに白を着てるんだけどそれぐらい本当にめっちゃ使える。やっぱ夏になると私自身がキャミソールとかこういう薄手のノースリーブとか着ることが多かったりもするので、こういうカップ付きのインナーはすごく嬉しいなと思い、今年は本当に、うん、この GU のが私の中ですごくヒットしましたね。もうめっちゃ良かったなと思って、なんならちょっと洗い替えでもう一個ずつ全部持っててもいいんじゃないかなって思ってるぐらいすごくおすすめです。で意外とグレーとかもすごい使えるんだよね。そう、はい、そんな感じで、このねちょっとインナーなんですけどカップ付きのものをご紹介しました。はい、次なんですけど、次はねこちら、このねプラージュっていうブランドのカーディガンなんですけど、これがねまたすごく可愛くって、ちょっと今さらっと着てみますね。はい、こんな感じです。ちょっとねブレザーっぽい雰囲気ですよね、制服っぽいなんかね、そんな雰囲気がある、カーディガンなんですけども、なんでこれが買ってよかったかなっていうと、買ったのが4月頭とかで、ね、全然こう買おうっていう目的とか特になくって、普通にお店に行った時に一目惚れしたんですよ。可愛いと思って、で最初ね手に取る前はジャケットなのかな、可愛いっていう感じで手に取ったらニットのこのカーディガンだったんですよ。それがまた私の中でカーディガンなのめっちゃいいじゃんと思ったんですけど、やっぱジャケットってもうやっぱこうこういうカーディガンと比べて暑いじゃないですか、生地がね。だから着るのに結構こうもう限られちゃうな時期的にっていう風に思ってたから、こっちの方がねまだまだ着れるなってことで買ったんだけど、色がネイビーだし全然こう春のアイテムではあるんだけど、まだまだこれからもう夏を過ぎて秋前とかにもさらっとこうやって着れるからいいなと思って購入を決めました。でもね本当に使える、てかめっちゃ使ってました。もうさらっと T シャツの白 T の上から着たりとか、だから何も考えずにこれをとりあえず合わせたらまとまるのですごくいいなと思って、はい、こちらを買いました。いやいいんですよね本当にこういうの、しかもね前閉じても可愛いしね、こういう風にゆるっと着たりとか着たりで、また秋も着たいなって言ってたんですけど、秋過ぎてからもこれ全部閉じて、例えば中タートルとかの白のトップス着て、で上からコートとか着ても全然 OK だから、真夏以外は全然使えちゃうんですよね。それもいいなと思って、てかまあ夏とかでもさらっと上から肩にかけたりとかするぐらいとかだったらちょっと持ってたりしても使えちゃうから、やっぱ結構カーディガンってすごく使えるなって、この上半期、なんかより実感したじゃないけど、そういう風に思えた、この半年間だったなって思います。なんかすごい重たい話みたいになっちゃったけど、はい、そんな感じです。
はい、では最後2点なんですけど、どちらともねシューズになります。で、1つ目がこれですね、このアグの厚底の、真っ白なスニーカーです。これ多分めっちゃ履いてたと思うな。動画でもそうだし、インスタとかでも結構お見せしているような記憶が結構あるんですけど、これはね、お友達とね熊本に行った時にフラッと立ち寄ったお店で、え、かわいいってなって、そう、これも運命的なね出会いで購入したスニーカーです。で、この厚底なのがすごくずっと欲しくって、うわめっちゃいいと思って買いました。で、それがまたねアグなんですよね。めっちゃ惹かれましたよねで、すごい簡単に身長も漏れちゃうから、で春が、まあ、今はもうほとんどサンダルがやっぱ多くなってきたんだけど、春はスニーカーを履くことがすごく私の中で多くって、ね、秋冬はブーツなんだけど、でちょうど丈が長めなパンツを履きたいってなった時に、スニーカーってやっぱそんなにねヒールがないのはもちろんそうなんだけど、結構まあペタンコなものがほとんどで、でその時にこの厚底をね見つけたので、丈が長めな時の、ボトムスを履きたいなって時によくね使っていたアイテムでした。結構セットアップとかに合わせてきてたかな。はい、そして一番最後がこちらです。このウーホスのサンダルです。もうめっちゃいいですねこれ。もうね履きすぎてもうすでにさちょっと擦れちゃってたりもするぐらいなんだけど、もうほぼ毎日のように今履いていますね。だからまあ絶対入れようって風に思ったんだけど、私が去年ももうあったと思うんですけど、気になっていて結局買わずで、で今年に入ってやっぱり欲しいなって思ってネットで見てたんだけど、黒がなくって、でもこのトープっていう色かながあって、あ可愛いかもと思って買ってよく履いてるんだけど、いろんな洋服に結構合いますね。今の格好が普通に白のこういうトップスにデニム合わせてるんだけど、それに合わせたりとか、まあそれこそさっき紹介したこういうジャガードのマーメイドスカートとかにも合うし、あとはカラー系のトップスを持ってきた時にも合ったり、白のパンツにも合ったりと、まあめちゃくちゃ万能なので、いやこれは本当にね、なんかすでにもう一色本当に欲しいと思っていて、で夫も同じ色をねつい最近 Vlog でも紹介したんだけど購入していて、本当に履きやすい。なんか質問とかもねどうですかって言われたんだけど、めっちゃいいのでぜひぜひこれはおすすめしたいですね。お値段もね決して高いわけじゃないから、うん、本当に使えるし、もう全然疲れないから、さっきから何回も言ってるんだけど、もうウーホスはめっちゃおすすめです。はい、っていう感じでね、ちょっと急ぎ足だったとは思うんですけど、この2022年の上半期ね、私自身がすごくお気に入りでよく着てたなって思うお洋服、そして買ってよかったなって思うお洋服たちをねご紹介してみました。いや本当はね、てかもう全然ねこういろいろお洋服購入したりとかしてるんだけど、どれもお気に入りなんだけど、もう結構絞るの大変だったんですよね今回も。だから最初にも言ったように、本当は10点のつもりが絞りきれなくて15点にしたぐらいだったから、まあ、まだまだ好きなもの、お気に入りなものあるんだけど、私の中でまあ結構着てたような中でもっていうものをねちょっと今回は選んでみました。ぜひぜひねこの動画を見ていただいた方で、インスタグラムとかもしよかったら私のね見ていただいたら、あ確かに着てるわってなると思うので、ぜひよかったらねそちらも見ていただけたらなって思います。でまたねベスコスとかもやりたいなと思っているし、あとはこうやって同居生活始まったので、暮らしの日常生活のアイテムとかもこの上半期ベストアイテムっていうものをやってみたいなと思っています。でもちろんまたね下半期もやっていこうと思っていますので、そちらも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、というわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた、バイバーイ。